バリ島で撮影しました。なんか撮影中に思い出に残ってることありますか？そうですね、今回のロケ、私いつも雨が降ってしまうことが多いんですけど、今回は一切雨降ることなく順調に撮影することができました。なんかハプニングとかありました？ハプニングは撮影中ではなくて、私が泊まっている部屋がトイレもお風呂も外にあったんですよ。でバリは結構虫が多いので、いつもヒヤヒヤしながらお風呂に入ったりしてました。今作ですが、設定とかってあるんですか？設定はスポーツ好きな彼女ということで、野球、水泳、あとバレーボール、ビーチバレーボールなどに挑戦してもらった。結構じゃあご自身に近いっていう感じですかね？そうですね、今回は本当に得意分野でした。はい。具体的にどんな衣装でどんなシーンがあるのかっていうのを少しいただいてもいいですか？今回は、DVD3 枚目になるんですけど、初めて、晴れのビーチで撮影ができたりとか、あとはそのさっきも言った野球でスポーツコスプレもしてたり、すごく見どころが満載だと思います。中でも一番お気に入りのシーンって？お気に入りのシーンやっぱり晴れてるビーチですね。はい。その晴れって珍しい？本当に私の撮影珍しいので、2015年は本当台風女だったんですけど、2016年は晴れ女になりましたね。一番セクシーなシーンって言うとどちらになるんでしょうか？セクシー、なんだろう、フラワーバスとかですね。はい、初めてフラワーバスに挑戦したんですけど、なんかお風呂の普通にお風呂入るよりもなんかこうお花がキラキラしてて、でとてもなんか綺麗だしセクシーに撮れてるなと思います。いや、もうそれが初体験のことでしたけど、はい、他にもなんか初体験したことありますか？初体験、バリですね。バリ初体験ので、はい、DVD の中ではなんだろう、キャンプファイヤーとか、キャンプ、なんか焚き火を作ってもらって、そこで大人っぽいシーンを撮ったりするのが体験だったかなと思います。はい、でもとてもかっこいいシーンになってると思うので、ぜひ見てもらいたいなと思います。そんな本作の DVD とブルーレイ、オリコン1位、はい、獲得されましたけど、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか？そうですね、最近すごいモデルとグラビアをやってる子が多くて、すごいグラビア界が盛り上がっているなと思うので、今まで以上にもっともっとグラビア界が盛り上がればいいなと思っています。なんかこう実感あります？売れてるなとか、見ていただいてる人の声が多いなとか。そうですね、でも今回も完売ということで本当に嬉しいなと思います。なんかこう最近はドラマでも活躍で、はい、なんか憧れの方とか。そうなんですよ、10月クールの TBS の水曜ドラマ国慶部の晩餐会にレギュラー出演が決まって、しかもそれが私の憧れているこじるりさんとの共演ということで、本当に嬉しく思います。こう一つ一つこう夢が叶っていると思うんですけど、はい、今一番のこう夢って何なんですか？今一番の夢、また写真集出したいなと思ってます。まだそういうお話はないですね。なんかこんな役に挑戦してみたいとかありますか？役は、これはずっと言ってるナースのお仕事が好きなので、ナース役やってみたいなと思います。ありがとうございます、はい、DVD、グラビアの方は DVD で何か挑戦されたいこととかは？そうですね、でもやっぱりスポーツが好きなので、いろんな国でスポーツやってみたいなと思います。さっきもナースってありましたけど、はい、なんか設定とかでやってみたい設定とか？設定、そうだな、でもナースいいかもしれないですね。それだけお忙しいと学業との両立大変なんじゃないですか？大変ですけど、でも全然学校楽しいのでそんなに苦じゃないですね、はい。貴重な奥の日はどんなことされてるんですか？貴重な奥そうですね、私おばあちゃん子なんですよ。なのでオフの日はおばあちゃんに連絡して、なんか新宿でカフェ行ったりとかしてます。じゃあデートとかあんまりないんですか？あ、全然ないですね、はい。こんな大人の女性になりたいなっていう、こんな大人の女性、すごい品がある女性になりたいです。すみません、今の衣装のポイントと、あとドラマ以外に何か告知することがあれば。
今日の衣装のポイントはちょっと冬を意識してパーのビスチェとあとちょっとセクシーに黒のタイトスカートを履いてきました。今後の報告はですね、まあ、カレンダーも発売するのでそちらのイベントの方にもぜひお越しいただきたいなと思います。大丈夫ですか？はい、じゃあこんな感じで、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。